年玉、あ、ちょ、おとでし、おと、おと、おと、じゃ、お年玉もらいました。だから、メンバーにもらえないから。メンバーにもらえるかな、お年玉。そう、今日はね、お姉ちゃんの誕生日です。1月3日、14歳、14歳になりました。14歳だ。壁開けにし、そう、壁開けにしますのままなのまだ。みんな14歳なんやって思ったらお姉ちゃんの方、そう、お姉ちゃんです。すごい、あ、時間めっちゃ経ったね。4年経ったね。みんなちゃん、明けおめって、明けましておめでとうございます。明けおめ、え、これかわいくない？かわいい。これワンピースだ。見えないけど。お年玉もらえてもらいました。みなみなが見に来るぞ、見に来るぞ。ま、え、マジで。え、どこ？どこ？ゆめ、ゆなみなだ？どこ？どこにいた？いた？いた？いた。いつもニコニコできる。ねえねえ、今、配信してる。配信してるの。そう、お正月はゆっくり過ごしてる。ちょっと待って待って待って、なにこれ、なんか勝手に聞こえてるかな、なんか勝手になんかバグって、なんか LINE 開いて、なんか LINE ブームみたいなところになって、声が聞こえた。なんかバグったね、びっくりした。ちょっと待って、クマクマクマ、あ、じゃパンダか、パンダ、パンダ杉太郎さん、パンダありがとうございます、ね、パンダありが、パンダありが、パンダありがとうございます。びっくりした。
ひらたんさん、たくさんハートありがとうございます。ありがとうございます。バグっていいじゃん、バグっていいじゃん、バグっていいね、バグっていいね。おみくじパンダだよ、中吉だって。本当？え、すごっ。まあショールームでもおみくじできるんだ、すごっ。ありがとうございます。今日おみくじ引いたら末吉だった。末吉、末吉って、え、末吉、末吉、ああ末吉。みーちゃんは何が出るんだろう。みーちゃんまだねやってないから気になりますね。いおりちゃんの時、今日だって、今日、今日もあるんだ。3種類あるんだ。開けましたおめでとうございます。開けましたおめでとうございます。ゆいなしかけ方、ゆいなしかけ方、ありがとうございます。いつもニコニコゆいなで来てくれてありがとうございます。2023年も可愛いよってありがとうございます。クリスマスツリー、そう、もうちょっと隠そう、隠そう、隠そう、諦めだからツリーを隠そう。 OK、 隠した。そう、雪はまあ親もうクリスマスツリー早いね、1年。お、中吉、中吉、やった、できた。杉太郎さん、まだパンダありがとうございます。ありがパンダありがとうございます。2回連続中吉だね。11ヶ月後にまたもう12月。いいなしかけたん、いいなしかけたん、来てくれてありがとうございます。隠れてる、隠れてて、よかった。そう、今日はな、姉ちゃんの誕生日です。1月3日、1月に誕生日2人いるんですよ、姉ちゃんと、そう、お姉ちゃん。
ルピおめでとうです。ハルピ。ケロピ、ケロピ。はーちゃんの誕生日配信待ってたら、ゆーちゃんが始まってた。来てくれてありがとうございます。俺も1月が誕生日で、同じだ。ケロッピおめでとう、ケロッピ、ケロッピおめでとう。ぴょん、ぴょん吉。うさぎ。なら、ねえ、牛とらう？あ、たつ。たつちき？たつ吉だ、たつ吉。たつ吉。皆さんの誕生日は何日ですか？あれは、藤子こと、誕生日のこの日常。5月25日？5月25かな？え？な、5月25あ、よし、よかった、合ってた合ってた、よかった、5月20が合ってた。9月1日くい みーちゃんの1月28日はどうしたら覚えやすくなるかな。イニハ？はい、な、どうしよう。9月1日で悔いの日か、なるほどな。イニハ？イニハで覚えれるかな。いいには、お、え、すごっ、いいにはだ、すごっ、いいにはで覚えればいいか。いいには。みねちゃんとななかちゃんと同じ日でしょ。同じ日です。まさかのね。まさかのね。3人同じ誕生日って。それだったら11月28日にもなっちゃう。あ。いいにゃ。いいには。
いや、来ました。おめでとうございます。いつもニコニコいいので来てくれてありがとうございます。みんなお正月何をしましたか？それか何をしますか？お正月スーダングッズは重ね、ああ、いいね。ここの下とかなら、いいね。もういいちゃんは昨日ね、おばあちゃんとね、バーベキューをしました。楽しかったです。バーベキュー、お寿司食べた、いいな、お寿司。どうしてもカウントダウンライブの疲れがまだ残ってます。本当、ひーちゃんもあれ帰り、寝すぎて、もう疲れが取れました。お正月は結局特にお正月らしいことはしてません。本当。いちゃんはね、お正月はおばあちゃんとバーベキューをしてます。そう、これね、ハウステンボスのカウントダウンライブの時にね、そう、みんな被ってた。ララポーに、そう、昨日の帰りにララポートに行きました。ハウステンボス、大晦日、朝の7時から夜中の2時半までいた。え？すごっ。5日まで休みだからこれから正月らしいことやる。お、正月らしいこと。ララポートのガンダム見てみた。そう、ゆうちゃんがいたとき夜だったから、そう、夜だったから動いてましたよ。光ってたり。前ね、お昼ぐらいに来たんだけど、その時は動いたりしてなかったので、そう、見れて嬉しかったです。みんなね、なんかライブとかであれ、Okay、 そう、うさぎのなんか帽子とかかぶってたりして面白かった。姉さんのメンバーからお年玉もらった。お年玉もらってないんです。まだ。セントナーの時の場所。
2020年に行ってわっ、すごいね、工夫されてる。これ少し取った時髪がボサボサになるの。お父さんが作ってました。そう、髪が痛いのこれ。もう外せないでしょ、もう外せないよ、これもかぶっちゃったら。そう、フードかぶって、帽子かぶったら、スポッタイ。スポット入った。全体集合写真のツイートでその帽子見た。そう、いつもね、集合の写真の時にこの帽子かぶりました。よしよし、紙でできた。紙ではない、紙だよ。だ、驚い。スタッフさんもね、そう、この帽子着てて面白かったね。とにかく外が寒すぎ。お昼はまだそう2時半くらいとかだったから、別に寒く、踊ったら寒くはなくなったけど、そう、夜のオープニングセレモニーが本当に寒すぎた。夜は寒いよね。そう、夜寒かったです。
ライブの時二段重ねで帽子かぶってる人や目立ちたい気も、そうなの？そう、なんか。帽子は熊ちゃんにかぶします。オッケー、のなんだ、おお、お、すごい、すごい、大吉だ。え、大吉じゃない、中吉。ゆうちゃんが見えた画面、大吉って書いてあった。中吉だった。大吉、あ、大吉だ。よかったよかった。ありがとうございます。杉太郎さん、パンダ、あ、おみくじのやつ。ありがとうございます。ありがパンダ、ありがとうございます。だるまインコさん、たくさんハートありがとうございます。しょうちゃんさんも、たくさんハートありがとうございます。わくさん先生、たくさんありがとうございます。すごい、やった。3度目の正直で大吉、ありがとうございます。すごい、本当にランダムな。おやった、すごい、大吉ありがとうございます。クラウス、クラウスさん、パンダありがとうございます。ありがパンダありがとうございます。ありがとうございます。やった、ありがとうございます。中吉2個、大吉2個、ありがとうございます。やった、ちょっとこれもう落ちちゃうね。ありがパンダありがとうございます。2連続大吉ありがとうございます。帽子嫌がってる嫌がってる。ひろたんさん、だるま100個たくさんありがとうございます。ありがとうございます。帽子が嫌がっちゃってる。お、中吉ありがとうございます。中吉すごい、中吉3つありがとうございます。あ、今日なのこれ。てたらさん、てたらさん、パンダありがとうございます。パンダ、おみくじのパンダありがとうございます。ありがパンダありがとうございます。
転がり続けるのちょっともう諦めました。もうもうクマちゃんが帽子をにらんでるもん。目線が帽子の方に行ってる。次はペンギン誘う。ペンギン、クマさんがゆいちゃんが見してる。怖い怖い。今日だ今日今日でもありがとうございます。戦国秀久さん、パンダありがとうございます。ありがパンダありがとうございます。ありがとうございます。今日出てきた瞬間倒れた。でもありがとうございます。面白かった。クマさん悲しそうな目してた。ほんと今日とかおみくじに入れないでほしい。でも前配信した時今日出ても今日の方がいいって言ってる。ありがとうございます。大吉ありがとうございます。平田さん、パンダありがとうございます。ありがパンダ。ありがとうございます。よし。ありがとうございます。すご。大吉3つ。だ。もう。もう。はんちゃんとこ大吉1回しか出なかったのに、ゆいちゃんとかめっちゃ大吉で、あ、多分あのはんちゃんの、うん、本当は出る予定だった大吉がここにね来ちゃったんですよ。もう神社でおみくじ引かなくていいね。でも神社でやって今日だったら終わる。面白い。クマさんが寝た。そう、クマさんが寝た。一応クマが動き出したら怖い。まあでもこのクマちゃんには思い出があるから大丈夫でしょ。ところで私のもらいましたよ。だからホラーじゃん。思い出あるから大丈夫だよ。でも急に倒れるの怖くない？普通に。
ワークマンは公園に投げてたやつ。公園で投げて、公園投げて。このクマちゃん意外とでっかいから。もうまた落ちてる。うん、怖い。今年行ってみたいところある？今年行ってみたいところ、うん、今年行ってみたいところそんなにないかも。クマ動いてるね。怖い怖い怖い。もうやばいね、このやばいわ。ちょっとじっとしてられない。クマも本当に動いてる。まだ行きたいところわからない。そう、わからない。早く寝たい。早く寝たい。ちゃん、あれちょっとコースターが乗れないので、乗れるじゃないやけど、そんなにね乗れないので、外でやるやつとか、そう、なんだっけ、いいわの、あれ反対向きになってビューンって動くやつとかは、とかそこら辺が怖くて乗れないので、自転車じゃない、ね、ジェットコースター乗れるようになりたいです。お、それではそろそろ壇上読みをしていきたいと思います。13.1 さんありがとうございます。12ぽよぽよ水さんありがとうございます。11みならさんありがとうございます。11かずだようさんありがとうございます。9位だるまいんこさんありがとうございます。8位しょちゃんさんありがとうございます。7位戦国ひでひささんありがとうございます。6位クラウスさんありがとうございます。5位テタラさんありがとうございます。4位ワクさんありがとうございます。そして第3位はぐる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 とかーん、夏目をしたくいるさんです。ありがとうございます。イエイ。そして第2位はぐる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 とかーん、ひろとんさんです。ありがとうございます。イエイ。そして第1位はぐる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 とかーん、杉太郎さんです。ありがとうございます。イエイ。皆さんたくさん来てくださりありがとうございました。ぬいぐるみでてか、ぬいぐるみでかそう。ぬいぐるみでかいの。もう体入らないもん。ほら、入りきれてない。最後はもう、クマと仲良く終わりたいと思います。これいいね。画面隠せるよ、これで。ほら、隠せる。ありがとうございました。それでは、カウントして終わっていきたいと思います。怖い、クマの圧が。それでは、カウントして終わっていきたいと思います。2733人の方来てくれてありがとうございました。この後、7時20分。かな、20分ぐらいからお姉ちゃんのね配信があると、お誕生日配信があるので、ぜひ見に行ってくださいね。皆さんたくさん来てくださりありがとうございました。5、4、3、2、1、またね、バイバーイ。ありがとうございました。バイバーイ。